寺島直政です。明治後期から昭和初期にかけて美人画の傑作を発表し、美人画の巨匠といわれる上村松園。しとやかで気品ある日本女性の姿を描き残し、女性で初めて文化勲章を受章しています。その松園の創作意欲の原点が垣間見える随筆です。母への追慕。上村松園。父の顔を知らない私には、母は母と父を兼ねた両親であった。私の母は26の若さで寡婦となった。人一倍気性が強かった。強くなければ私と私の姉の二児を抱いて独立してゆけなかったからである。母の男勝りの気性は多分に私のうちにも移っていた。私もまた世の荒波と戦って独立してゆけたのは、母の男勝りの気性を身内に流れ込ましていたからなのであろう。母が若後家になった当時、親戚の者が母や私たち姉妹の行く末を案じて、子供2人捕まえて女手一つで商売もうまくいくまい。姉の方は奉公にでも出して世帯を小さくしたらどうか。もういっぺん養子をもろうたら。いろいろと親切に忠告をするのだが、勝ち気な母は、私が働けば親子3人どうにかやってゆけます。そう言って決然として身を粉にして私たちのために働いてくれたのである。そう言って意地を張り、母はどのような時にでも親類の援助は請わなかった。あの時親類の言う通りにしていたら、私など今頃このようにして絵三昧の境地にいられたかどうかわからない。一家の危機に臨んで断固とした勇気を示した母の強い意志と、私たちに対する深い愛情こそ尊い母の姿であると、私はいつも母のけなげな姿を思うて感謝している。端茶屋をしていた私の店には、お茶を乾燥させるための大きなホイロ場があった。お茶が湿るといけないので、折々ホイロにかけてお茶を乾燥させるのであるが、この火加減がなかなか難しかった。子供の頃、夜中にふと目を覚ますと、店先でコトコト音がして、母が夜中に起きてホイロをかけている様子が聞こえるのであった。ぷーんと香ばしい匂いが寝間にまで漂ってきて、私はその匂いを嗅ぎながら再びうとうとと眠りに落ちたものである。パラ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 と湿ったお茶をほうじている音を、何か木の葉でも降る音に聞きながら。私の19の時、隣から火が出て私の家も丸焼けとなってしまった。何一つ運び出す暇もなく、類焼の災いにあってしまったのであるが、苦心して書いた縮図や絵の参考品も失ってしまった時には、さすがの私も呆然としてしまった。母は家財や着物の焼けたのは少しも惜しがらず、私の絵に関した品々の消失を痛く惜しんでくれた。着物や家の道具は、働いてお金を出せば戻るが、絵の品々は二度と手に入らぬし、同じものを二度と描けぬから惜しいな。私は母のその言葉を聞いた時、絵や参考品を失ったことを少しも惜しいと思わなかった。母のこの言葉を得たことがどれほど力強く感じ、どれほど嬉しかったことか知れなかったのである。母はしかし火事の打撃に負けず、高倉のたこ薬師に移って、やはりはじゃ屋を続けながら私たちの面倒を見、その年の秋に姉を立派に竹へ片付けたのである。母と私の二人きりの生活になると、母はなお一層の働きぶりを見せて、お前は家のことをせいでもよい。一生懸命に絵を描きなされや、と言ってくれ、私が懸命になって絵を描いているのを見て、心密かに楽しんでいられた様子である。私は母のおかげで生活の苦労を感じずに絵を命とも杖ともしてそれと戦えたのであった。私を産んだ母は私の芸術までも産んでくれたのである。それで私は母のそばにさえいれば他に何がなくとも幸福であった。旅行もできなかった。泊まりがけの旅行など母を残してとてもできなかったのである。昭和16年の中止行きはそのようなわけで私にとっては初旅と言っていいものである。私が10歳くらいの頃である。母は三条縄手を下ったところにある親類の家へ行って留守の折、家で姉と二人で母の帰りを待っていたが、なかなかに帰られなかったので、私は心配のあまり、傘を持って奈良物町から四条大橋を渡って母を迎えに行ったのであるが、その時は雪が降って寒い晩であった。子供の私は泣きたい思いで、ようやくに親類の家の門までたどり着くと、ちょうど母がそこを出られるところであった。私が「お母さん」と泣き声で呼ぶと、母は「おお、迎えに来てくれたのか。それは寒いのになあ」と言って私のかじかんだ冷たい両手に息をかけ揉んでくれたが、私はその時思わず涙を流してしまった。母の目にも涙が浮かんでいた。何でもない光景であるが、私には一生忘れられないものである。私の制作のうち母性を扱ったものがかなりあるが、どれもこれも母への追慕から描いたものばかりである。母が亡くなってからは、私は部屋に母の写真を掲げているが、私も息子の将校も旅行に行く時、帰ってきた時には必ずその写真の下へ行って挨拶をすることにしている。お母さん、行ってまいります。お母さん、帰ってまいりました。文典に出品する絵でもその他の出品画でも、必ず家を運び出す前には母の写真の前に置くのである。お母さん、今度はこんな絵ができました。どうでしょうか。と、まず母に見せてから外へ出すのである。私は一生私の絵を母に見ていただきたいと思っている。上村松園、母への追慕。朗読は寺島直正でした。